笑いに飢えた大地、北海道。かつてこの地を飛び出し、東京で大きな勝利をつかみ取ったお笑い戦士が戻ってきた。平成のぶしこぶし、平成のぶしこぶし、魂のこぶし。北海道メーカーキタルト、日本アシスト会計、パースプレイスバイゼロップ、ノイモンドオーガニックカフェの提供でお送りします。平成のぶしこぶし、魂のこぶし。第11話、お笑い戦国ヒストリー後編。どうもでございます。はい、のぶしこぶしでございます。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ね、この番組いろんな形で、はい、こうお二人のトークを盛り上げておりますけれども、はい、ポスター見たんですけど、うん、出演僕らのぶしこぶしと脇役 DJ 哲也になってるじゃないですか。脇役じゃないでしょ、はい、別に。いやいや、これ上田さんに言われたんですよ。え本当マネージャーあえて、あ、立たせる意味でってことか、うん、っていうことでしょう、ね、いやだからこういうのが僕ダメなところですよ、うん、あの僕は勝手に親近感を覚えていたんで、うん、この番組のタイトルって魂の拳じゃないですか、うん、最初ね、あのこれ会長怒んないでくださいね、はいはい、あのあお前ダメな人間だなって思われるかもしれないけど、はい、最初ね平成徹夜拳っていうタイトルだったんですよ。ああ、なるほど。で送ったら、うん、マネージャーさんからいやいやこれは違うでしょって言われて、いやおっしゃる通りです、すいませんっていう感じになったわけですよ。あーなるほど。でもそれは多分哲也さんを立てる意味じゃないかな。多分そうだよね。いやいやいや違う違う、そんなお二人に並び立つなんていうこと自体がもう恐れ多いですよ。いやそんな感じじゃないと思いますよ、いろいろあるのすげえリアルな話になってるな。あ、そうか、うん、これポスターもだからこうアニメ構成の番組になってるんで、うん、こういわゆるアメコミ風のポスターを今回作らせていただいて、ね、紙質も分厚いですね、うん、すごいですね。そうですね、裏は作りました。メモ帳にもなるんですね、はい、メモ帳になりますね。ぜひ真っ白になってるんでね、キャンバスですよ。いろいろ、はいね、よろしくお願いしま ますから、はい、お願いいたします。今日もさあということで今日は、まあ、先週に引き続きなんですけれども、はい、うん、お笑い戦国ヒストリー後編ということで、まあ、北海道でなんだろうな、お笑いだけじゃないですよね、あのチャンスをつかみたいと思っている人たちに向けて、はあ、ちょっとこう勇気が湧いてくるようなトークをしたいわけですよ。じゃあ今振り返ってみると、じわ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 今の地位に来たと思うんですけど、はい、特にでかいチャンスは何だったのかっていう、これね、 あの時だなっていう、なんか2人一緒か違うか、うん、わからないですよ。うん、ゴッドタンの企画みたいになってきましたけど、はい、相方のアンケート、相方アンケートみたいになってきましたけど、まあ、でもチャンスって、うん、すげえ少ないような気するじゃないですか。うん、でも今考えたら、それは芸能だけじゃなくて一般というかね、普通の社会もそうなんだけど、はい、毎日山ほどあるんですよ、チャンスって。ああ、そういうふうに今は感じる。今感じるんですよ。ゴロゴロあるわけですよ。ほう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 。例えば
競馬にしたって万馬券は1日何回も出るわけですし、はいはい、毎日やってるボートレースもそうですし、うん、例えばそのわかんないですけど iPhone だって何十年前だったら誰でも作れたわけですよ、思いつきがすればってことを考えればチャンスっても山ほどあるんですよ。でもそれを見つけて拾えるかどうかだから、はいはいはい、だからチャンスに敏感じゃなかった時期に周りに山ほどチャンスがあっても気づかなかったんだろうなと。でも今になってある程度こうチャンスをいただいたらこんなにチャンスあんのかよっていうふうに思いますよね、後輩を見てても。はあ、そっか、山ほどあるんですよチャンスって。1回や2回じゃないですよ人生に。それをどう掴むか掴まないかの差だから、まあ、気づけるか、はい、そして掴めるかという。で僕らは一発目の大きなのは世界衝撃映像社っていう分かりやすいチャンスをいただいたわけです。さっきの世界衝撃映像社、映像社っていう番組があって、さっき言ったじゃないですか、前言ったあの海外のロケとかの番組で、はい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 、そこで本当はなんか若手ピースだったりとか他の人を使おうと思ったんだけど、10日間ぐらいジャングル行かないといけないからある程度暇な芸人じゃないといけなかった中で、僕らがそれも知り合いの作家さんとかがね、はいはいはい、押してくれたりディレクターさんが押してくれて、押してくれてコンビでそのロケ行って、でスケジュールもちょうど空いてたから行ったら、それで得意がバカ跳ねして。あ、それすいません俺ね見てないんですけど、はい、どういう感じのロケだったんですか。何年前ですか。5年前ぐらいか、2010年。いやただ海外行くだけです。行って、まあ、虫を食う、海外行って僕が仲良くなるって、まあ、虫食ったり仲良くなって部族のところにホームステイするっていうのがきっかけで、はいはいはい、それでピカルも決まりとかっていうのが一番最初の大きなチャンスだよね。いやー、最初かな。最初ではないんじゃないの、うん、一応だってコンバットとか。ああそうか、ああそうだ、コンバット。でもそれは逃したじゃない。だからそう何個かあるチャンス。えコンバットを逃したと思う理由は何なんですか。それはゴールデン行かなかったからとか、志半ばで終わったからとか。あまり、まあ、でも言ってたよな、ちょっとコンバットでは行かないかもなって。そのメンツも含めてなんか時代を作るって感じじゃなかったんですよ、うん、コンバットって。いや もちろん見てたんですよ、うん、他どなた出てましたっけ。あと秋元とか、うん、まあ結構みんな解散したりして辞めちゃったりしてますけど、なんかまたちょっと違ったんですよ、はあはあはあ、でも一番最初にテレビ出るきっかけは脇だと思うんですよね、うん、僕、うんうんうん、でもあれも僕やってたわけじゃないんですよ、脇鳴らしを。もともとなんか漫才とか劇場でやっててピックアップされたとかじゃない、やってなくて合コンで脇を鳴らしてたんですよ、そのカラオケに合わせて、はあはあはあ、で得意知ってるかいこの話。何あの内山さんってマネージャーがいて、うんうん、その時やりすぎ工事って番組があって、はいはいはい、でなんかそういう際物芸というかそういうのをオーディションをやるっていう風に言って、うん、内山さんってマネージャーが間違えて送っちゃったんですよ、はい、うん、吉村が脇を鳴らしながら曲を奏でることができる、ほう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 、そのコンパでやってるって噂は知ってたからそれ書いたんですよ。俺それで曲なんか作ったことないんですよだから流れてる曲に対して脇鳴らしてただけだから、はいはいはい、でそれが前日聞かされて、いやそんなないですよ、いやでもそういう風に言ったんで言ってくださいって言って作って、急遽作ったのがその脇だったわけです。で受かって出れるようになったのかなと思うと、それかな、人のミスがうまくいった感じかもしれませんね、一発目は。それで出れる、昔の偉人の発明みたいな感じですよね。そうですね、自らなんかもう生まれたみたいな。そこと、あとちょうど僕が結婚する時期のが一番集客があったんですよ、うちらが。はいはい、それは700キャパぐらいで、単独やらせてもらってて、でそんなに有名じゃないのにそんだけ客呼べるっていうので、多分業界的には俺は有名だったと思うんですよ、はいはいはい、若手の芸人の中では、はい、で700キャパでどれぐらいのペースでやって何人ぐらい入ってたんですか。まあ、まあ年一とかですけど、まあ、やってるって、まあ、結構速乾が売りだったんですよね、のぶしこぶしがやると速乾する、はい、700速乾速乾おっていう時は僕は本当はチャンスだったんだと思います。 あそこがもし俺らじゃなかったりなんかの運があれば、多分あそこでも俺は売れたんだろうなと思います。そうね、だそこもあのなんか失敗したんですよね。いやそこがコンバットなのよ。あなるほど、そこの時にコンバットに拾われてやったけど、うんうんうん、ダメだったから、あ俺これちょっともう二度と売れねえかもなと思ってた時期が2000、一回でかいチャンスを逸してしばらく厳しいかなぐらいな、7年8年ぐらいですかね、うん、の時期かな。だからまあ逃したチャンスでしょうね、それは。でも最初言った吉村の話につながりますよね。逃してはいるっていう自覚はあるんだけど、今があるっていうのはやっぱり他のチャンスに乗っかったから、他のチャンスを生かしたからっていう、生かしたから、うん、でその時にはもう一回折れちゃってるから、だからもう寛容になってますよね。
でちゃもう目線が売れるっていう目線のチャンスしか見てなかったものが、うん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 、他なんかその折れたことに広がったら、あこれ違うチャンスみたいなのもらったら結果これが近道だったみたいなのがそういう風になったような気がしますね。だからそれが人で笑うとか、はいはいはい、なんかこの 場をどうやったらうまく進行できるかなみたいな、だからまあそういう風になって上がっていったような気はしますけどね。うん、そうなんですね、うん、まあ、プラスずっと言ってたやっぱり吉村のそのコミュニケーション術みたいなね。あ、そこら辺聞こうかな、後編、うん、あるのかな。コミュニケーションはないと思うよ。コミュニケーションはないないと思う。でもデリカシーがないと思う。コミュニケーションはない、デリカシーもない。そうそう、だからコミュニケーションダメじゃないですか。ちょっと待って、どういうことですか。だからコミュニケーション勉強したい回だったから、だからうまく喋れないんですよ、こういちいちでは。あ、このねトークもうまくないし。いやいやいや、それもないですよ。いや、なんかそれもない。いやでも飽きそうだし、多分大勢のとこにいるとき吉村は輝くと思います。で俺1対1の時は俺の方が喋れると思うんです。でも俺大勢の前で、それなんかもう分かるよね。俺大勢の前であんま喋れないんで。はい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 。だからそれがいいんでしょうね。そう、うん、だからデリカシーがないから喋、うん、ったことない人のとこにもグッといけるわけですよ、はいはいはい、でもいざ1対1になったら何喋っていいか分かんなくなるからすぐ引き下がるっていうか、なんかでもその人にとってはなんか、あ、喋ってくれたんだみたいな。なるほど。なよく分かんない感じですよ。よくわかんない。ちょっとそのあたりを後半聞きたいと思うので、はいはい、じゃあ徳井会長、はい、はい、ぜひあの今おすすめのアイドルのサウンドを聞かせてください。はい、ありがとうございます、はい、普段塾でスターティングスター。平成のノブシコブシ、魂のコブシ。まあだからこうやってノブシコブシの二人と話してて感じるのは、なんだろうな、いろんな成功パターンっていうのはあると思うんですけど、二、うん、人の成功パターンっていうのはちょっと独特というか、なんだろうな、ゆっくり、でもゆっくりタイプというか、なんでしょうね、ゆっくりアーティストの方と一緒になったりするじゃないですか。まあ僕は結構インタビューすることは多いですから。どうなの、アーティストのチャンスの取り方っていうのは。アーティストはなんかもうちょっとジェットコースターなイメージがありますけどね、でかいものぶら下がっててバーッとって、はあはあはあ、でちゃんと握りしめてないとすぐジェットコースターのように急降下してみたいな、その急降下の勢いで掴み取ったものを離しちゃうとか、もっと激動なイメージもありますね。だから俺はノブシコブシもそういうイメージがあったんで、今聞いてると本当にいろいろコツ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 縁を大事にしてチャンス生かしてみたいな。ジジイみたいな。ジジイコンビじゃない、縁を大事に。そういうイメージはふうになっちゃったよね。まあ吉村はまあそのいろんな華々しい仕事をやってますけど、僕なんかもう全然謙遜抜きでもう売れてるなんてマジで思ってないんで。いやいやいや、だからまあなんとかなんとかなったらいいなぐらいです、いまだに。なんか、はい、運よく。それはもうずっと食べていけたらいいなぐらいだ。まあ、うん、そういうふうに思うのもつまんないんで、うん、そういうのもやめてますけど、うん、まあ運よく仕事があるうちできたらいいな。あとはもうやめて嫁が働いて北海道帰ってくればいいなぐらい。僕はやっぱろくでなしの、それで十分です。ろくでなしの思想が入ってますから。俺の人生で36年間でここまでいければもう結構、まあ、あとはもう運が良ければって感じぐらいですけど。でもなんかこう、どうですか、今までじゃあ歩んできた中で、はい、この人とこういうタイミングで仲良くなったから仕事来たなとか、そういうのはないですか。ああ、これね、全くね、俺先生やっててもそういうのすっごい聞かれますよ。これ誰とどうやって仲良くなったらチャンスって増えるんすかみたいな。これは僕も今だから思えるんですけど、うん、その時はもう売れるために、はいはい、芸人の中で一番必死だったと思うんですよ、売れるために。僕はこの世代の中では、この世代の中ではな、多分。だからそのためにはもう恥とかも全部捨てていろんな人と仲良くしたんですよ、はい、それディレクターさんとか作家さんとか飲みに行ったりとかしてした中で呼んでくれたりはしましたよ、番組に。でもそれがきっかけになることはなかったんですよ、売れるということに。でも人付き合いしてて、なんだこれ何の役にも立たないのかなと思った時に、こうありがたいことに一つのチャンスを掴んだ時にそれが連鎖的に爆発するんですよ、急に。だからそれって売れるため の伏線というか、うんうんうん、これで売れることはないです、はいはい、でも売れ直接的な要因ではない。でも売れたらこれが売れた勢いを後押ししてくれるというか、はいはい、本当に驚くほどパパパパパーンって、あの時は飲んだ人がこうなったこうなったこうなったっていう風に、まあその人も使いやすくなったんでしょうね、名前で。僕らのみんな飲んだことがあるから、あるから吉村いいよねみたいな、ノブコブいいよねみたいな、ノブコブどうですかって。昔はちょっとまだ知らないからダメっていうのが、名前が分かるようになってから使いやすくなったから言ってくれてるんだと思うんですけど、うんうんうん、恐ろしいほどの連鎖反応するんですよ。だからそれは大事なことですけど、それで売れることはないと思います。あ、
うん、あ俺まだ若いな、そう考えると。だからいろんな人と飲むとそれが直接的な要因になることを求めちゃうところがあるから、うあそうじゃないとちょっと折れてしまうというところはやっぱりちょっと一歩やっぱり我慢して、でもその時は気づかないですよ僕も。本来売れねえじゃんと思ってたけど、でもやっぱ天地人じゃないですけど、その3つ揃った時はやっぱ急に全部が動き始めますよね。っていうのがあるから、まあやってもいいと思いますけど、それで売れることはないと思います、絶対に。じゃあその時はもう相当酒飲んでたわけですか、いろんな人と。あ飲みはしなかったけどその場を賑やかしておりましたね。あはい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 、いろいろわー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 。だからそうやって聞いてると平成のぶしこぶしっていうのはこの大勢のその状態を盛り上げられる吉村っていうのと、1対1になった時にちゃんと語れる徳井会長っていう、非常にそう考えるとなんか少しずつ分かってきた。バランスがいい、どんな状態でも、ね、どんな状態のコミュニケーターでもあるという、2人揃えばっていうところのバランスなのかもしれないですよね、もしかしたら。分かんないですけどね。そうですね、それを取ってくれてんだなと思いますよ、得意が。いやほんとただ偶然です、本当に。でも確かにまあ1対1とかではよく飲みに行きますけど、それも別に面白いからなだけで、僕はいろんな人と飲んでると面白い、うん、それが純粋に楽しんでる、はい、ことだっていう。広く浅くの吉村がこうぐっとかき集めた人を、まずはちょっと巻き込んで、はい、巻き込んだ人を1対1で深く狭くこう行くのが得意なんじゃないでしょうかね。だから1回興味を好きになった人を惚れさせるのが得意の仕事だと。これ1個の絶対的な成功例じゃないですか。まあ、結果論ですよね。まあ、結果論ではありますけどね。だからこの通り今お笑い目指してる人がやったところでうまくいく保証はないけど、まあ、ネタ頑張った方がいいですよ、本当に。本当にネタ頑張るのが一番いいですよ。そうでもネタなかった人でも大丈夫なんだよっていう。あ俺こそね、俺らこそ俺ジャパニーズドリームの体現者だと思うけどね。うん、まあ、ね、なんかそういう感じがする。そんな才能なくてもここまでいけるんですよっていう感じだと思いますよ。うん、なんか悩んでるんですか、哲也さんは。いやいや僕は悩んでないですよ。違う、今これリスナーさんに対して向けてるわけですから。俺ねでも僕自身はそんなにない、そんなには悩んでないですよ。すごいハート強いじゃないですか哲也さんって。いやー自分では弱いイメージがあるけど、めちゃくちゃ強いけど一回折れたら立ち直るの時間かかる人だろうなとか思ったりとか、あ思いが強いからね。はい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 、だから北海道ではねうまい3人のバランスでできたらいいな、うん、この番組が半年で終わったらもう相当落ち込みますよ。あマネージャーに言ってくださいよ。あ全然いいですよそれは。1年2年やるよって、それ僕らサイドは全然やりますから、うん、何の力なのかちょっと分からないですけどね、その辺は。キタルトさんのお菓子を売ればいいんですよね、うん、そう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 いうことですよ、そういうことですよ、そういうことですよ。もう今ちょっと聞いてるリスナーさんにはちょっとは掴んでもらったんじゃないかなっていう感じはしますけどね。いるんですかね今お笑い目指す人いるのかな。いやいますよ、だって専門学校でその講師やってますけど、まあ、お笑い芸人コースっていうのはやっぱり声優家とかに比べると今人数は少なくなってますけどね。声優さんの方が多いですか。多いですよ。わだから今例えば僕が講師やってる学校でいうと1年生は声優コースがまあ40人ちょっととかいるんですよ。で俳優コースがまあ20人弱ぐらいで、お笑い芸人コースが 3,4 人ぐらいで。3,4人なんですよ。じゃあもう絶対受かりますね。絶対通れるじゃないですか。まあ学校自体は入れますよ全然。で卒業もしてどっかの事務所に入るってことですか。ああでも入ってる人間と入ってない人間はやっぱりいますけどね。でも 3,4 人ってことは2組ってことですよね。そうそうそう。で自分みたいな DJ コースがもう一人とか。おでも分かんないですもんね卒業した後、うん、芸人になるかもしれないし。いや確かに確かに。でも、ね、俺もいつも思うんですけど、みんな一回芸人目指した方がいいと思うんですよ。おそれは何ですか。あの舞台が学べるからですか。そう舞台立った方がいいと思うんですよ。そこでやっぱとんでもない怖いのね舞台って。一発目出る時も、はいはい、逃げたい衝動なんですよ、はい、でもちろんその10分間受けなかったこともいっぱいありますし、500人ぐらいのお客さんの中で、うんうんうん、でそこでやっぱ度胸をつくと、結構途中で辞めた芸人さんとかもね、会社でプレゼンがうまかったりとか、なんかそういうので役に立つから、はいはいはい、一回みんなある程度目指してもいいんじゃないかなと思って、もう強引に舞台に立った方が度胸をつくような気がするんだよね。やってみてもいいかなと思いますよ僕は。 NSC はあのあれ会費いくらでしたっけ。まあ年間40ぐらいですか、あんなもん入んなくていいですよクソ学校なんて。これは前も話してましたけどね。だからもう急に舞台立つとか、そのぐらい一回ね追い込んでみても、別に最終的に芸人になるとは言いませんけど、はい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 、将来の会社に役立つんだったら。結構声優さんも今ね舞台出るじゃないですか。出ますね、確かにね、はいはい、で多分笑い取んなきゃいけない時期もあって、結構皆さん器用だったりするから、うーん、ね、同じかでもいいぐらいですよね。そうかそうか、お笑いと声優さん、だから声優さんも度胸あるもんね。
まあ出てるから、だから俺らなんかよっぽど集客力ありますからね、声優さんの方が何万集めれますからね。アイドルとかもね、やっぱ舞台慣れしてるから喋れる人多いなと思うから、やっぱもう会社の社会人の人もね、舞台経験してもいいかなと思ってきましたね最近。だから今の専門学校のシステムとかもオールラウンダーをやっぱり結構育てる感じがするから、そういう意味では平成のぶしこぶしはもうオールラウンダーのパイオニアじゃないですか。いや、どこがよ。いやいや、そうじゃないですか。どこ、その前の世代とかはさっき言ってる通り、言ってる通り職人タイプじゃないですか、はいはいはい、なんだけどオールラウンダーの成功者のパイオニアじゃないですか。いや結構いますよ。そういう風に言ってきましょうよ。竹山さんとかほら、はあ、そう、有吉さんとかもね、竹山さんがもろそうじゃないですか、ネタダメでとか、うん、でネタダメなんすか。ダメだったんですよね。だからネタがうまくいかなくてキレゲーやってとか。あ、まさに、まさにそういう、うん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 、ちゃんとエリートでバナナさんみたいにネタ面白くて面白くてっていう人たちってやっぱ逆にいるから、うん、よかったでしょうね。そっかそっか、うん、だからそういうのは大事ですよ、うん、そのなんか専門店から百貨店になるというか、マイナーチェンジもしないといけないところもあるんだなと思ったりしますけど、でもやっぱテレビはね、テレビというかメディアはいいですよ、はい、面白いですよ、やってるとね、まあ、いろんな人いますからね、いろんな人に会えるし、大金も手に入りますし、はい、で見えなかった景色も見えるから、たった一回の人生で目指して悪くない道だと思いますよね。いや、ちょっとなんかこう吉村と言ったね、一回みんな芸人目指すべきだっていうのがすごい響きましたよこれ、まあ、なんか役に立つと思いますよ、うん、舞台に立てば。こんな真面目なやつでしたっけ前回ね、得意はクソ漏らした後何をしたでしょうみたいな、そんな話してたんですけど。いや、前回というかそれだいぶ前の話ですそうですか。あ、そう、それね、はい、あの正解来てましたから。あ、来てました。当たってる人がいたんで。何、はい、あの当たってる人は実際一人でしたね。さすが、うん、霊能力者ですかね。あの、うん、しかも女性の方です。あ、勘がいい。勘がいいんでしょうね。何歳でした。ね、30代の女性でしたね。ひょっとしたらその方もそれをしたのかもしれません。でも女性ですよね、うん、はい、女性だとちょっと病気になっちゃうかもしれないやめなさいよ、やめなさいよ。まあ、それがまたちょっと一個でヒントにはなってますけれども、でもこの2週はちょっと真面目にお送りしましたが、はい、これ来週からまたドカンといきますから、はい、あ、そうなんですか。いきます、いきますよ、はい、何があります、覚悟してくださいよ。はい、わかりました。来週からはということで、また来週お付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。来たー、来週はみんなが待ち望んでいた回、なんとなんとのぶしこぶしの2人が東京で起こったあんなことやこんなことを大暴露。先輩芸人や大御所芸能人の他では聞けない話が盛りだくさんだよ。って、あれれ、あれ、ちょっとケツや、あんたが暴露してどうすんのよ。はあ、ああ、北海道にいれなくなっちゃうよ。次週、魂の拳、東京暴露ナイト、拳に魂を込めるのよ。この番組は新世代の北海道メーカーキタルト、日本アシスト会計、バースプレイスバイゼロップ、ノイモンドオーガニックカフェの提供でお送りしました。